皆様ご機嫌よろしゅうございます。花郷園の野口貴子です。今日のベゴニアは男前です。根茎性ベゴニアのバッシュフルバンディットといいます。園芸品種ですね。黒々としたもみじの葉っぱなんですが、光沢感があってちょっと大きめの葉っぱです。で、ピンクの花が咲くんですけども、まあちょっと個人的に結構黒々した葉っぱが好きでね、こんなコレクションもございます。販売ももちろんしてます。裏側がねちょっと赤ワインが飲みたくなるような赤い、お色の葉っぱなんですけども、根茎性ベゴニアってこうやって飛び出てくるんですよ。いつしかもご案内したかと思うんですけど、わさびの茎のような、あの太い根茎がこうやって横に、あの別の生き物のようにこう縦横無尽に動いて成長してくると出てくるんで、植え替えというよりかはね、こういうふうに出てきて形が乱れてきたらここをちょんとハサミでカットしてあげます。芽はどことかあんまり気にしなくて全然大丈夫です。でこう切っていただいて鉢植えに挿し木をするような形にしておくと、もう一個スペアが簡単にできるという、すごく簡単な増殖方法になるんです。ということもお伝えしつつ、今日のキーワードは、バッシュフルバンディットのバから濁点を取って歯になります。ベゴニア入院まで2週間切りました。13日でございます。では皆様ごきげんよう。